キビキビすぎてこりゃ燃える、ホーリーストーン、レーザーセブン、サクッとレビュー。最近アンボックスが無駄に長いと叱られたので、今回はバシッと巻き巻きで参ります。パカン。予備キャノピー。バッテリーに関する注意事項、日本語マニュアル、サポートカード、ドライバー、予備プロペラ、プロペラ用具、USB 充電器、パカン、送信機、電波認証済み、ドローン本体、220mAh1S リポバッテリー。さてさて、改めて本体を見てみましょう。ノーズに LED と光センサー、モーターは 6mm でしょうか。プロペラガードは必要最小限といったところ。懐かしのワルケラプラグ。プロペラは A と B があるのはわかるのですが、ナンバリングされているのが意味不明。なかなか可愛い顔してますね。コントローラーの乾電池は別途用意ください。単4型乾電池が3本必要ですね。この電池ってこの前のレビューの時のものの使い回し。鋭いですね。その通りです。それではざっくり気味に操作説明。送信機の操作方法。例によっておっさんの手には小さい送信機。着陸、離陸、ヘッドレスモード、機体 LED スイッチ、右側のボタンはトリム調整用、上昇、下降、左旋回、右旋回、前進、後退、左移動、右移動、3段階スピード切り替え、 3D フリップ。ここから赤外線出してるらしいのですが、謎です。バッテリーの充電、付属の充電器を必ず使いましょう。別にちゃんとした 1S 充電器使ってもよくね。充電中は赤く点灯、終わったら消灯。フライトテスト。本体を起動したらまず水平な場所に置きます。送信機の電源をオン。スロットル上下でバインドです。バインド成功。離陸ボタンを押してスロットルアップで一気に上昇します。デフォルトは低速モード。高度維持付き。送信機のバネの感触を確かめつつ、各方向舵の極振り動作を確認。低速モードの横移動でこの速さ、先が思いやられますね。低速モードでの旋回速度はさほど速くはないんですけどね。ルザーが2回なって中速モード。もうこのスピードでかなりやばい。ただの前後左右極振りでも苦戦していますね。旋回速度もまあまあ速いですよ。ルザー3回高速モード突入。もうこれはカオス。旋回なんてもうコマですかってくらい回ってますね。飛行性能を確認するためにあえて極振りを行っていますが、家具などに被害が及ばぬよう、皆さんには慎重にわずかにだけ操縦できるよう頑張ってみてください。というわけで、ヘタレな私は低速モードへと切り替えちゃいます。このスティックがどうかしました。バネが強くてかなり指にきます。精密に操縦しようとしていると指が痛くなりそう。3D ロール。右肩のボタンを押してから方向感し、
ヘッドレスモード。ヘッドレスモード中は送信機からブザーが間隔を空けて鳴り続けます。本体 LED は点滅。どうやら飛ばしている間にコンパスが狂っていたようで、思い通りに動いてくれていません。送信機からの音がじわじわと耳障りなのですが。戻しましょう。ヘッドレスモード終了。着陸。あ、試してみたいことが。なんすか、まだ何かやるんですか。送信機の LR ボタン同時押しで緊急着陸です。乱暴な着陸は故障のもとですよ。浮上直後からの気圧センサーが安定するまでの操縦フォローが結構焦りますね。高度維持付きのものは大抵下降速度が著しく遅いものなのですが、レーザー7は速いみたいです。低速モードでも曲振りでは周回は難しく、スティックを振り切らないというドローン飛ばすなら当たり前の技術が自然に身につくように思います。ただね、ん、所詮はおもちゃなんですよ。実際に業務で飛ばしているドローンで使っている送信機との差がありすぎるので、この送信機での操作に慣れてしまうことは同時に大事なものをなくしている気がします。なんすかそれ、中二病ですか。中速モードでもうコントローラーの精度の悪さがかなり現実味を帯びてきます。曲がるときはヨトロールとピッチのコンビネーションなわけですが、極振りでもなく極小振りでもない微妙なところにスティックを振るのがとても難しい。今もかなり大きく振れてしまいましたね。小型軽量すぎるドローンなので屋内遊び推奨なのですが、このスピードだと十条馬でもかなりきつい。通信距離は50メートル以内とありますから、体育館とかで飛ばしたいドローンでしょうか。狭いお部屋では禁断の高速モード突入。いやはや、もうとてもとてもスピック曲振りなんてできません。部屋がもう少し広かったら。無理言わないでね。レイザーセブンには対戦モードってのがあるんですよ。ほう。右スティックを押し込むと赤外線ビームが発射されるそうなんですが、私はそれ送信機から発射されるものだと思ってて、一生懸命ドローンに向かってトリガーを押しまくってましたよ。ここですね。前半でも赤外線出しているみたいと言ってましたが、あれは送信機からじゃなくて本体からですね。対戦モードにはレイザーセブンがもう一台必要になります。別途お買い求めください。対象年齢14歳以上、レースで大活躍している子もこの前14歳に。そう考えるとなんか複雑な感情が湧いてきますね。オーリーストーンレイザーセブンは Amazon で絶賛発売中。リンクは概要欄に載せておきますね。ブラシ用のフライトコントローラー余ってたかな。あ、何か企んでますね。ご視聴ありがとうございました。